Space Monkeys TV。 はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV へこそ。私がサルです。今日はですね、私が冬の釣りでよく使いますビッグダディ、こちらの方ですね、アンクル女子のビッグダディ、これをね、軟化剤をつける方と軟化剤をつけない方ではどのぐらいのね、柔らかさとね、その生めかしさにね、こう差があるのかというのを実際にね、水中のね、あの水槽動画でね、見せていきたいと思います。ですね、私がですね、冬のね、釣りでやることって言ったらね、まずこのね、アンクルジョシュのね、ビッグダディを使ったね、これですね、ビッグダディの大きめのね、ルアーのジグのね、ポークを使ったルアー、これを使ってゆっくり5分に1回動かすぐらいのゆっくりとした釣りを、まずは一つとしています。で、もう一個やるのが、こういったね、ジョイクロなんかを使った、これももう水面にずーっと浮かせておいて、もう5分ぐらい浮かせておいて、ゆっくりゆっくり巻いてきて待つ、そんな釣りと、あとはまあレベルバイブとかね、もう僕はレベルバイブ信者なんでね、まあレベルバイブ、あとはメタル系のね、バイブレーションなどのね、ボトムを叩く、釣り、それとあとはシャットだね、シャットを使った次のこの4つのね、釣りをやります。その中でもね、まあ一番多分やるであろうこのアンクル女子、大きなね、ジグポークを使った釣りをね、今日はやっていきたいかと。まあその中でもね、この今日は、大きめなジグを使ったアンクルジョスのこれ、軟化剤につけるのとつけないのではどれほど差があるのかね。さあ、水中動画の方見ていきましょう。それではスタジオに移ります。はい、やってきました。それではね、水槽のスタジオの方に来ました。さて、こちら今日はね、まだ開けてない、ビッグダディポークフロッグ、こちらのビッグダディの方とね、あとはこのお弁当箱の中に入ってます、もうね、軟化剤メルトダウンパウダーの中にどっぷり使った柔らかくなったポークのこの動きの違いっていうのをね、見ていこうと思います。これを使ってますね。メルトダウンパウダー激速とポーク用軟化剤。私はこれを使ってます。で、一応ね、もう本当に、このポークを軟化剤につけてね、軟化術なんつって何回も動画やってるんですけど、実際にね、柔らかくなったポークをね、水中の中で打つのがこれが初めてになるんじゃないかな。比較っていうのをね、見ていきたいと思います。それではまずは、普通のこちらの方から見ていきましょう。はい、まず開けました。こんな感じになってますからね。多分ポークをね、扱ったことない人もいると思うし、もちろんこれ見慣れたやつだなっていう風に見てる人もいると思う。こういった銀紙みたいなのがついてますから、これをね、ご丁寧にこうね、取っていきます。けどちょっと、取りにくいな、これ。詰め切っちゃったばっかりだから、なかなか取れないぞ。どうしよう。まずここが難しい、ポークの扱いの難しいところ。これが簡単に、ちょっとでもペロってやっててくればスッて剥けるんだけどね。なかなか取れないぞ、これ。まずポーク扱いに当たって、まずここが、強敵になるところ。やべえ、ほんとに上がらない。よし、よしよし、取れた。ヤクルト開けるぐらい難しかったね。さあ、行くよ。こっから、丁寧にね、取ってきます。これが残ってるとね、こう、液だれの原因にもなるんでね、しっかり取ってきます。よし、よし、よし、取れた。さあ、この中にね、ポークがいますからね。まずこれ、軟化剤に浸してないポーク。どのぐらいね、こうね、まあ、これだけでも全然ちょっと取れないな。よし、取れるぞ。これだけでも全然使えるんですけど、やっぱり軟化剤につけた時とその比較の差っていうのを見ていきましょう。お、これ脂身のカットがなんかすごい中途半端で、こんなになってる、ほら。ほら。脂身のカットが中途半端だ。なんだこれは。ビロビラがついてる、これ。ほら。アワビみたいになってるぞ。でもね、こういう風に、ハンドメイドってことは本当によく伺えるよね。こういったこうエラーもね、時々あるのがこのポークの面白いところなんですわ。これもすごい。これもすごい、ほら。なんか、ついてる。カット忘れみたいなやつが、新しいオブジェクションみたいなついてる。こんな感じです。じゃあ、わかりやすくこれでいきましょうか。これをちょっとちょんがけにしてね、水の中入れていきたいと思います。よしよし。ちょんがけにする今回の道具は、ジグヘッドを軽くあしらえたもの。これにちょんがけしてね、どんな動きか見ていきましょう。ちょっとセットします。よっしゃー。こんな感じでちょんがけにしました。さあ、水の中での動き見ていきましょう。これは本当に作りが荒いアンクルジョスポークだな。こんなの俺初めて見たかも。作りが荒いぞ。さあ、投入していきます。いきます。スートン。
やっぱ癖づいちゃってるね、すごい。うん、形的に。ねえ。そしてなんか、やっぱり癖づいちゃってるし、動きもなんか、ガチッと固まったような感じだね。ポイーン。ポイーン、ポイーン。まあ今、落として、ちょっとスイミングさせてますけど、やっぱりくの字に固まっちゃってる感じがあるな。肩がね。固まっちゃってるな。これがね、従来のね、開けたばかりの、このポークの様子です。条件は同じ条件でね、水の中入れますからね。この重さで、このちょんがけでやってきます。ねえ、やっぱりちょっと肩が硬いな。うん、肩が硬い。そうだね。もう本当にこの、一番動いてほしいね、この、なんていうのかな、帯状になってるところかな。あそこになんか、凹凸のボコボコの型があって、同じ方向にしかこうね、曲がらないような、そんな雰囲気を感じますね。スイミングも自然でないし、もう、まあちょっと硬いんだよな。まあでもこれでも全然使えます。ちゃんと水にね、入れて、慣らしていけば使えます。さあ、続いては、軟化剤につけたポークの動きを見ていってみましょう。あげます。はい、それでは軟化剤につけたポーク、開けていってみましょう。いきますよ。カンチャカチャと。よーし、今日初お目見えじゃないか。一回使っただけか。じゃあ初の方を使ってみましょう。はい、こちらが軟化剤につけたフォーク。先ほどと比べてもうね、この状態でわかるでしょうか。このひらひら感。ひらひら。ねえ。ねえ、もう自然にまっすぐになってますよ。少しね、少し癖は残るかもしれないけど、でも手でこうやって直してあげるとまっすぐになる。ねえ。この柔らかさです。もうこれはもう水中のね、様子期待的なね、そんな感じ。よし、ちょっとちょんがけしてね。これ、硬いな、やっぱり。これはしっかりとしたね、本当に。綺麗なポークだね。さっきのはかなりね、余白余りみたいのもあったけど、これはもうなし。うん、見事なカッティング。ちょこっとじゃあ、かけていきましょうか。これにちょんがけしてね。ちょんとかけて。さあ、水中に投入していってみましょう。いきますよ。さあ、いきまーす。よーい、スタート。ほら、これがね、軟化剤につけたね、ポークの違いですわ。ね。こうしっかりね、水流を受けて、ポン。しっかり水流を。先ほどのやつはね、水流を受けすぎちゃって、ポールがすごいゆっくりになったけど、これはもうね、完全にほら、柔らかくなって、このひらひら感、斜めかしさ、生物感を表している様子ですね。そしてしっかりポーンって落とすと、ね、ポールも速い。スッとね、下に下がって。で、ちゃんとね、こうピンコたちをね、こう浮力が強いんでキープしてくれる。シェイクしてみましょうか。シェイクイッチ。シェイクイッチ。シェイクイッチ。ちょっとラインが絡まってる。いくよ。シェイク。ジグヘッドシェイク。いいね。先ほどは本当にぎこちなくふわふわ浮いてただけだけど、こんな感じでスイミングシェイクみたいな形を加えるとね、やっぱり、ひらを打ってほら、ひら。自然なね、魚がこうやってね、シェイクして動かしてることで、自然な魚のこう、ヒレのね、演出できますね。まあこれだけ柔らかくなるわけですよ。ちなみにこの、軟化剤、1日漬け込んだだけです。やっぱり漬けすぎると柔らかくなりすぎてしまいますので、そこはね、やはり漬け込む人、扱う、ルアーを扱う人の好みっていうのも出てくるんですけど、私結構ね、ダルダルに柔らかくして使う人なんでね、こんな感じですわ、ほら。すごいね、この違い。この違いですよ。この違いですね。これはね、一回だけ使ったんで、慣らしでね、ちょっとね、ペイントをかけて白くなってますが、これもちょっと使ってみましょうか。そうだな。ここら辺にちょんがけしてな。いきますね。さあ、投入します。もう一個の方。これ二つ入ってますからね、従来。はい、これもやっぱりいい感じ。いい感じにつけてある。ほら、お分かりいただけるでしょうか。全くこう、軟化剤につけてないやつと動きがこんなにもね、やっぱり変わってきてしまうというね。今ね、こう操ってるルアーは、実調で一回だけ、ほんと2、3投投げただけだったかな。だけなんですけど、これ本当に慣らしてね、どんどん水を吸わせて、また軟化剤の同じ液体につけて、水を吸わせて、軟化剤の液体につけてってことをね、繰り返してると、もっと柔らかくなりますからね。余分な油が取れてっていう形でね。さあ、上げてみましょうか。はい。それでは、スタジオの方のサルさんに返したいと思います。それではお願いします、サルさん。はい、いかがだったでしょうか。かなりやっぱりね、開けたてはね、やっぱり動きが硬いっすね。で、変な型がついちゃって、こういう感じ、カチッってなっちゃった感じだね。それがしっかり取れて、さらに水流を受けてね、ペラ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 とね、生めかしく誘うようになりましたね。で、やっぱりまだね、あれ軟化剤につけてね、まだあんまりね、数頭しか投げてないんで、これを繰り返すって、キャストを繰り返すことによって、さらに、ね、余分な油が取れて、
ね、軟化剤を吸い込んでね、ね、柔らかくなってくんでね、そんな感じでもっとね、いいルアーになってくると思います。ね、私が使う冬の、真冬の定番のルアー、ビッグダディに、大きいジグ。これまあ、冬の定番というかね、1年365日常に使ってるんですけど、まあ、こちらの方はね、使っていこうと思います。それとあとはメタルバイブ、ね、ビッグ、じゃないとビッグベイト、うん、ビッグベイトと、あとはシャットだね。うん、徐々にね、そういった実況も今後やっていけたりとかと思っております。それではまた、次の動画で会いましょう。今日は短めでした。エンジョイ YouTuber のバスフィッシング。でかいジグ、ビッグダディの軟化剤と軟化剤つけなかった方の違いを見た動画でした。バイバイ。